皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国への言及たったの2行、韓国人安倍よりもひどすぎる。先日行われた菅首相の所信表明演説ですが、韓国に向けての菅首相の発言が向こうにはかなり手厳しいものだったようです。こちらではこのニュースについての韓国メディアの報道やその注目点、また韓国や日本国内の反応など、今日も盛りだくさんの内容でお伝えしていければと思います。10月26日に召集された臨時国会で、菅首相が就任後初となる所信表明演説を行いました。演説の内容は両こそ従来の首相とほぼ変わりませんでしたが、今までの所信表明演説とは少し違い、故事や歴史的名言を引用するような情緒的な表現ではなく、より実利に特化した印象がありました。野党が待ち構えていた日本学術会議会員の任命問題について一切言及しなかったのは、さすがガス、いえ鉄壁の異名を持つ菅首相だったと思います。温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロとすると宣言したのは個人的には一番衝撃的でしたが、今回は菅首相の韓国への言及について焦点を当ててみたいと思います。10月27日付の韓国中央日報によると、菅義偉首相が就任後初めて行った国会演説で、韓日関係に関連して従来の立場を維持するという方針を明らかにした。行き詰まった韓日関係の責任は韓国にあるので、韓国の態度変化がまず必要だという安倍政権の立場を踏襲した。菅首相はこの日召集された臨時国会の所信表明演説を通じて、韓国は極めて重要な隣国とし、健全な日韓関係に戻すべく我が国の一貫した立場に基づいて適切な対応を強く求めていくと明らかにした。事実上前任者である安倍晋三前首相の韓日間を継承するという意味だ。適切な対応は韓国が司法府の賠償判決を覆すか、これに準ずる前向きな態度を先制的に見せるべきだという意味だと解釈することができる。現在最悪に向かって突き進む韓日関係を復元するために韓国の態度変化を強く求めるということだと報じています。以下は中央日報の論説部分の引用ですが、この日の菅首相の演説をめぐり、韓日関係は安倍政権時よりも悪化するのではないかという予想も出てきた。韓国との関係改善に意思が感じられなかったという点でだ。菅首相はこの日、8つの領域で構成された演説の最後の外交安保領域の最後の部分で、たった2行で韓国事案を説明した。極めて重要な隣国と韓国を表現したことも、安倍前首相が今年1月の国会演説で韓国を基本的価値と戦略的利益を共有する最も重要な隣国と表現したことに比べると、むしろ後退したという評価だ。また安倍前首相が言及した未来志向の関係構築も菅首相の演説からは消えた。時事通信は全体として同国に冷淡な印象となったと伝えたと菅首相の所信表明演説について言及しています。以上を簡単にまとめると、菅首相はたった2行でしか韓国に言及しなかった。極めて重要な隣国との表現は安倍前首相の基本的価値と戦略的利益を共有する最も重要な隣国という表現と比べるとむしろ後退している。安倍前首相が言及した未来志向の関係構築も菅首相の演説からは消えた。そして全体として同国に冷淡な印象となったというところでしょうか。菅首相の演説、特に韓国に対する発言は、韓国メディアが指摘しているように安倍前政権の踏襲、いえそれ以下の対応だったこと、個人的にはとても評価できると思いました。ネットでは2行で十分、
無視でもよかったという声が多数上がっていたのですが、確かに今の日韓関係を見る限り、極めて重要な隣国という一文の極めてがなくても違和感はなく、逆にその一言に菅首相の優しさを感じました。あと菅首相は安倍前首相と違いしがらみがないからか容赦ない印象があり、その点とても頼もしく感じてしまいます。ついこの間、韓国では安倍前首相の土下座像が建立されて話題になっていましたが、菅首相の土下座像が作れるかというと多分その勇気はないでしょうね。それだけ安倍前首相は優しすぎたのだと思います。中道左派の安倍前首相を極右呼ばわりし、菅政権に変わればバラ色に変わると思っていた矢先の今回の塩対応、韓国の人たちはどのように感じていたのでしょうか。それはさておき、日本が言いたいことはただ一つ、約束を守れ、それに尽きると思います。日韓関係、歴史問題、向こうがどう思っても自由なのですが、約束を守るという基本を守らない限り関係改善は不可能です。韓国社会では日本との約束なら破棄しても問題ない、むしろ破棄してやるべきだと考えている印象が拭えないのですが、それゆえか韓国は極めて重要な隣国という言葉も全部削ってもよかったのではなんて考える人もネットのコメントを見る限りとても多い印象です。確かに日本にとって韓国は地政学的にも極めて重要な隣国なのですが、それにあぐらをかいて好き放題していい言い訳にはなりません。日本を敵視しているのに、いざ自分が好かれないと怒り出すという傾向も理解できないところですね。つい余談が過ぎてしまいましたが、今回の菅首相の所信表明演説、韓国人はどのように捉えているのでしょうか。引き続きご覧ください。韓国の反応です。この発言一つとっても菅は安倍より数倍強硬なのがわかります。日本は対話の相手じゃなく制裁の対象です。日本なしでも韓国は豊かに暮らせるんだから、日本と交渉する必要はありません。心からの反省が先でしょ。真の歴史を否定して国民に間違った歴史教育をしている日本政府がこのままうまくいくはずがありません。結局ムン政権と親しい国家っていくつあるんだろう。菅の言うことは正しいかも。韓日合意を白紙化し和解財団をなくしたのは我が国だし、その上最高裁判所の徴用判決では新日鉄重金の資産を一方的に差し押さえたのも我が国です。あと日本が戦略物資を輸出規制するといえばすぐに日本製品不買運動を始めたし、他国でどう見られているかを考えたら恥ずかしくて頭を上げられません。韓日関係の正常化なんてそもそもが無理だと思います。ムンジェインは片思いのエキスパート、キム・ジョンウンにも振られたし、菅にも就任祝いで振られたし、断交だけが答えです。安倍は親韓派だったってことがこれを見ればわかるでしょ。安倍は常識的にかつ法的に対応しただけで、菅はこれにおまけで感情がついてきます。なぜ我が国周辺のアジア諸国がみんなおかしくなってしまったんだろう。加害者がこれほどまでにズーズーしいとはどういうことですか。ぬすっとたけだけしいとはこのことです。狂ったやつら日本、なぜ俺たちに要求するんですか。持っているお金を全部我々に差し出してください。解決策は加害者が提示しないとダメでしょ。最高裁判所の判決を覆せっていうことですか。とっとと消えてください。韓国はすでに解決策を示しています。日本は歴史的事実を認め速やかに謝罪して補償してください。個人請求権が生きてるってあなたたちも認めたんでしょ。姑息なことをせず、まずは正しい歴史を勉強してください。日本は三流国家です。日本は何年経っても変わらないよね。政府は資産を早く現金化してください。全面戦争しかもはや方法がないようです。汚染水を放出する問題はどうなったのですか。隣国に迷惑をかけないよう速やかに対処してください。日本人は罪の意識よりも自尊心が強いんです。
これは極右政治家が悪いのですが、自分のやったことを無視することだけは許せません。本当にムカつきます。日本に行くのはもうやめました。未来に進めず過去にとどまっているのは日本の方ですよ。とんでもない人が首相になったんですね。このままでは近いうちに日本が滅びますよ。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような意見が上がっているのでしょうか。日本の反応です。菅総理は態度を決めているのでしょう。韓国ムン政権とは日韓関係はよくできないと。現金化したいならすればいい。日本は以前から厳しい報復を実行すると公言しています。そんな国を相手にするくらいなら、日米関係の強化やアジア太平洋関係、ASEAN との関係を強化した方がいいに決まってます。以前は合意事項も守れないくせに相手に構ってもらえないとか、よく不平不満が言えるよね、なんて思っていましたが、今はそれを考えることもなくなりました。何を期待していたんですか？日本政府の方針は総理が変わっても何の変化もないことは当初から言ってきたはずですよ。日韓議連の一部が動いたのを見て期待したのかもしれませんが、そんなことで変わる状態ではないことをもっと理解するべきでしょう。引き続き静かなる無視を続けるべきです。極めて重要っていい意味ではなく悪い意味で重要って言ってるんだと思います。放っておくと日本に対して不利益なことばかりするので、ちゃんと監視して悪さした時はお仕置きをしないといけない厄介な隣人。こんなに重要な国他にないよね。え？2行もあったのですか？安倍氏よりひどかったというのは、安倍さんの国会演説より韓国の扱いが少なかったということですね。でも2行も言及してくれただけでも、菅総理には感謝こそすれど批判など言える立場じゃないはずですよね。少しは身の程を知ればいいと思います。むしろ後退したという印象ですね。マイナス要因はすぐ思いつくのですが、プラス要因になることがほとんど思い浮かびません。これは首相だけでなく日本国民的にもそうだと思います。もう韓国に対して気なんて使わなくていいと思います。毎度毎度極めて重要な隣国としてるけど、ただの近隣諸国の一つであって極めて重要でも隣国でもないと思います。解決済みの問題をいくら蒸し返しても日本としては解決済みとしか言えません。韓国の一人相撲に付き合ってやる必要もないですし、すべて向こうの国内問題に過ぎませんので、そちらで勝手に解決してくださいね。菅首相、とても頼もしいですね。こうなると長期政権を期待してしまうのですが、派閥が弱いことがネックになること、とても悲しいことだと思います。私たち国民の声で菅首相を支えるしかありませんね。韓国については約束守ってくださいということ以外に思いつく言葉がありません。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。